テニス王に俺はなる。どうもテニス兄弟の大地です。リュウゼです。お願いします。お願いします。ということで今回は国体予選1回戦リュウゼの試合ですね。はい、そうですね。はい、ということで対戦相手はなんとですね西岡義人さんが主催している義人カップで第3位に輝いた実力の持ち主です。そうですね。バケモンですね。はい、超高校級のテニスプレイヤーということで、はい、それでは本編行ってみよう。行ってみよう。テニス兄弟。はい、というわけで本編入っていくんですけども、はい、まず相手のサーブからスタートですね。はいはい、はい、そんな感じでやっていきます。なるほどね。はい、もう初っ端からね左右に振られまくりますね。確かに。はい、でね動画で思っている以上に皆さん、うん、めちゃめちゃタクのボールね伸びていきますよ。知り合いみたいな絶対知り合いじゃないです。知り合いじゃないです。はい、まあ対戦相手のねボールはね結構伸びてくるっすね。はい、多分ここじゃ分かりづらいんでね、対戦相手が手前側に来た時に、うんうん、もう見ていただきたいですね。なるほど。めちゃめちゃ体重前に乗っかってて振り抜いてますね。あ、いいですね。僕もね結構沈めたりしてるんですけどね、もう関係ないんですよね。ないっすね1ポイントも取れずにここまで来てますね。はい、サーブも高いですね。そうですね。バウンドが、はい、振ってますね、しっかりと。そうですね。で僕が振れずにやられる。いやー、この大会とかね最近僕強い人とずっとやってるじゃないですか。はいはい、はい、で聞いたことがあるんですよ、うん、シンプルにテニスの上手い人と下手な人の違い、はい、ボールの出力ですね。出力、パワース、威力、うん、精度ですね。シンプルですね。シンプルですね。はい、これがねどれも勝てなかったらねマジでどうしようもないです。まあ確かに。はい、コースついたとしてもあんまり意味ない。あ、これ3球目ですね。はい、はい、これサーブから3球目はずっと練習してきてましたね僕は。なるほど。はい、まあまあまあサーブゲームはねポイント取れたりしてますね。レシーブゲームほどボコボコではないって感じですね。はいはい、出てますね。はい、でもこういうところちょっとミスっちゃうんですよね。もったいないですね。もったいないですね。意外と深いんですよねレシーブもねなんかちょっと攻撃しづらいみたいな。なるほど。綺麗ですね。前に入ってますね。そうですね。これめっちゃわかりやすいですよね。まだ後ろ行ってますから。はい、まあもう全然うまいです。はい、取り切られますね。強いですね。めちゃめちゃ強かったですね。やってみて思ったんですけどやっぱ全部なんかあれですね、威力が高いですね。はい、サーブもねなんかこう画面で見てるのはちょっと速くはないと思うかもしれないですけど、うんうん、スピン量がえぐくてね、うん、スピンが普通跳ねてくるじゃないですか、パーンって、はいはい、その場でバウンドしましたね。なんか、うん、キュッみたいな、変な感じ、変な感じでした、ね、タイミング狂わされるみたいな。はい、ですね。いや、これはガチャリましたね。ガチャリボールですね。甘いっすね。こういうのがね厄介なんですよね。こういうのがね繋いでくれるんですよね。僕がバックで変なことしちゃうんですよね。あ、もったいないですよね。あそこ行けるんですよね。ああいうとこ行かないとやっぱ勝てないですよ、周り。はい。ここから、あーとか。いや、威力がね。なんか簡単にミスってるように思うかもしれないですけど、はい、本当に簡単にミスってます。なるほど。はい。で、打たされたりとか、ほんまになんか威力で押されたりしてミス結構多いですね。はい、意外と。やっぱ、左右に走らされますね。そうですね。こう簡単に、ああ、いいですね。そうですね。こういうサーブゲームの時はアグレッシブに出てますね。サーブから3球目。前して、ああ、ちょっと遅いっすね。ちょっと遅いんよね。惜しいっすよね。画面見ようと思いますもんね。遅い遅い遅いって。そうだね。最近めちゃめちゃ速くなってますね、僕ら仕掛けるタイミングが。シングルスのダブルスもですね。なので、今なんか遅いなと思いました。何しようも速い。何しようもボスになってます。アイディア仕掛けたチャンスね。ロブって言ってたんですね、アイディアに出てるんで。そうっすね。バックがね、ちょっと振り切れないし、ちょっと押されてきちゃったら危ないですよね。結構、あそこ取りたいですね。ダブルフォルトですね。あー、もったいないですね。いやマジでね、なんか鳥ビビリみたいなしてしまいましたね。なんでですね。わかんないですね。スライスで出すね。あ、いいけどね。出ましたね。まあちょっとバックで振るのはね、課題ですね。まあはい、終わっちゃいましたね。はい、あー、チャンス、ゼロ四、チャンスやったんすよね。あー、いいチャンス。こういうとこ取り切らないと本当にワンゲーム取れないですね。沈めてきて、沈める、うまいっすね。うまいっす、そうなんですよ。
結構ね、あそこで勝負はね、僕もしないといけないなと思うんですけどね、なんかボールだけで触れないんですよね。もったいないですよね。あ、いいですね。あ、いいですね。惜しいですね。下手ですね。判断はいいんですけどね、とにかくテニスが下手。いや、まだっす。見せてくれね。はい、ワンポイント。レシーブゲームがマジで点が取れんすね。まあ、ちょっとレシーブの精度がね、ちょっと悪いですね。そうですね。相手うまいですね。一回センターに集めて、そこからガーディーしてますね。そうですね。このストレートもね、なんていうんですか、なんか普通に打ってくるんですよ。なんかこう、オラとかじゃないんですよね。なんかもういつものなんか息するみたいにストレートばっか打ってくるんですよ。分からないんですよ。オラーって言ったら分からないんですよ。僕も詰めてたんですよ。分かりにくい。本気抜かれましたね。やっぱレシーブもなんですよね。こうやってレシーブをね、しっかり返されるとマジきつい。刺されてる。このダブルフォルトで。これは、いってますね。あ、うまいですね。完璧ですね。で、しっかりプレッシャーされて、もうこれゲームを早く終わらせてしますね。そうっすね。さあ、と思って。ですね、そうですね。まあまあまあ、もうきついんですよ、ずっと。どうせならもうセンター遊び出してね、はい、あれがタイミングずらされたやつ。どうもしかないですね。アウトなんですね。ちょっと惜しいですね。ラッキーですね。こっからですね、そんなさ、本当にラッキーポイントしかもらってないですね。サーブして練習して、これ多いですね。このガチャですごい多いですね。多いですね。ちょっとやばい弱ボールって書いてあるね。バッテン出されて、で、僕この辺りからの手と足が震えてきてますね。なるほど。初めてですね、こんな経験。手と足が震えてくる。恐怖恐怖っすね。何をしても通じないって感じになってきてますね。このミスマジで多いですね。多いですね。なんか体が同時になんか浮いてるんですよね。はい。確かに多分予想以上なんかボールが来ます。で、負けですね。はい。ちょっと強すぎたっていうのがありますね。まあ、ミスしすぎっていうのもあるんですけど、もちろん。やらされるんですよ。あ、そうです。やったらわかります、これ。はい。やらんと。はい。ということで、僕の課題は出力を上げるということで頑張っていきたいと思います。はい。それでは、グッド評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。